こんにちは、リプさん。いつも動画をありがとうございます。そして今月は1月31日夜9時からですね、体のステーキングプールについてまた対談をしてくださるということで非常に楽しみにしております。でね、事前通告としてですね、いくつか聞きたいことがありますので、ちょっと多くなるんですけど今回はね、よろしくお願いしたいと思います。まずはですね、リピさん、2021年、去年1年間はどうだったかなっていうことを聞いてみたいんですけども、やっぱりね、体のステーキングプールを運営している立場としては目に見えて人を稼がした1年だと言えるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、その規模はどのくらいなのか、こうざっくりとね、お話しいただけると嬉しいかなと思います。つまり1年間でもうトータルでですね、何百万円、いやもしかしたら何千万円、トータルで委任してくださった皆さんの体のを増やしたのかなと。で、日本円に換算したらそれはいくらぐらいになるのかなと、1エダ200円で計算したらどうかなってことでお話しいただければなかなか面白いんじゃないかなと思います。これが一つ目ですね。そしてですね、まあ、リピさんはご存じない方もいらっしゃると思うんで、やっぱ自己紹介をまたしていただきたいなと。お住まいとお名前と、あとまあ最近興味があることぐらいですかね。それから速稼塾および、まあ、久保哲郎との、まあ、出会いというか、きっかけですよね。この辺についてもお話しいただけると助かります。で、その他体の特徴の一つはステーキングだと思いますけども、そのために重要なプール運営をしてくださってるのがリピさんですよね。で、プール運営に興味を持っている人もぼちぼち出てくると思うんですけども、このプール運営っていうのはね、儲かるんですかって話ですね。これ多分ね、興味があると思うんですよ。まあ何のメリットもなくプール運営をしてるとはやっぱ思えないっていうところがあると思いますんで、いや、プール運営っていうのはいくばくか自分の利益にもなってますよみたいなことをね、まあ精神的な利益っていう面もあると思いますし、まあ仲間ができるっていうことかもしれませんしね、実際に何がしかのお金を稼がしているっていうことで社会的意義を感じてるみたいなね、こともあると思いますけども、いかがでしょうかということでございます。で、次はね、まあ、ステーキングプールっていうのは簡単に説明するとしたらどんなものなのかってことをね、さらっといただけると助かります。で、それからね、具体的な質問も来てるんですけども、資金があまりないんですと。数万円とか10万円前後でもこの体のプロジェクトには参加できるんですかってことですね。で、次はステーキングに参加するのはお金がかかるんですかとか、特別な手続きが必要でしょうかってことでございます。で、その次がね、年間でいくらぐらい儲かるものでしょうかみたいなね、ちょっとね、結構乱暴な質問が続きますけども、まあでもこういうことにもフランクに答えていけるのがこの対談のいいところかなと思いますんで、なんていうんですかね、責任の持てる回答じゃなくても構いませんので、個人的な感覚でお伝え、お話しいただいてもよろしいかと思います。その他ね、平均年収が300万とも400万とも言われている時代ですが、この所得を得るためにはいくらぐらいステーキングに委任すればいいのかなってことを、何千万かなとか、もしかしたら1億円ぐらいあったらそれができるんですかみたいなね、そんな質問ですよ。要するに遊んで暮らせるだけのステーキング報酬を得ようと思ったらどのぐらい委任しとけばいいのかってことですよね。これ多くの方が気になるところかなと思います。で、体のは2022年はいくらぐらいになると思いますかっていうのもおそらく興味のあることだと思いますんで、これも個人の感覚で構いません。で、ここからね、ちょっとね、次の段階の質問になってきますけども、これからステーキングとか体のに参加したい方へアドバイス、まあ、もしくはお問い合わせ先など、まあ、リピさんのね、メールアドレスとかでもいいんでご紹介いただければと思います。そしてメタバースっていう概念がありますよね。ブロックチェーンを巧みに利用した新しいコミュニケーションの手段になると思いますけども、このメタバース、これについてご存知のことがあれば、まあ、少しお話しいただきたいことと、最後の質問としてはリピさんからお話ししたいことね、キャンペーンとか最近のなんか視聴者さんへのメリットみたいなのがね、ありましたら募集してみるのもいいんじゃないかなと思っております。いかがでしょうか。じゃあ動画でお話しましたけども、文章の方でもね、お送りしますので、準備していただければ幸いでございます。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。